出入り口のポーチ。室内の奥には神棚が見える。出入り口には、最先箱まである地図高尾市部徳殿は、台湾の高尾市、鶴見山区にある竹森殿。武徳殿とは日本による台湾統治の時代において各地に建設された、武道鍛錬のための建物の種別名であり、本項目の武徳殿は、新武官と名付けられていた。 高尾市の一佐田戸籍としては単に竹則殿として登録されている。1924年創建で当時は台湾総督府高尾集務室の武徳会支部の所有であった。武徳伝の運営組織第日本武徳会は縦型の組織割であったが、高尾の武徳伝は高尾州に置かれた各軍支部を統括する州長級の位置づけであったという。戦後は高尾氏 鈴宮間小学校の管理下に置かれ、職員宿席として使用されたもののやがて放置され、荒れ果てていたが、1999年5月25日広告の一差が戸籍となり、2003年から修復工事が行われ、翌2004年完了、2005年より、社団法人高雄市県道文化促進会に運営を委託されている。台湾に現存する武徳伝のほとんどが、 他の用途に転用されている一方で、高尾支部特伝は、武道場として利用されるようになっており、日本との親善試合なども行われている。津宮山小学校の北側に立っているが、出入り口のポーチ前に、それを隠すほどの大きなガズマルも立っている。建物右手の階段を上ると街路より高いレベルに、あるウッドデッキと出入り口に至る。全体の姿を見れば近代和風建築に、 分類される平屋ではあるが、外壁は、レンガ作り。入りもや作りの平入り屋根をいただく。建材のレンガは、台湾レンガ株式会社学工場製という。ポーチの柱はエンタシスを持つトスカナ式オーダー3本組、4セットで、東波風の屋根を支持する。湿気の多い土地柄ゆえ、換気に気を使ったためか壁面には、多くの窓を持つ。内部の小屋組は、トラス構造を見せ。 内壁や床は先日の2004年完了の工事においてリフォームされている。住所表記は高尾市鈴山区登山街36校。交通アクセスについて、最古湾駅から出ているバスの文化校舎、神戸生線に乗りすぐ隣の停留所、武徳電下車。または高尾駅より1.3150.99248立花線。 芝山戦車バスで鈴見山市場停留所か、中山大学停留所下車。ありがとうございます。